月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。長尾ゆきさんの新曲、ブルース。父と呼べない男の後、あたしを泣かせたこの森歌。長尾ゆきさんの新曲ブルースお送りしました。新曲下北未練を3月2日に発売されました。歌手の長尾ゆきさんにお茶を持ちしました。はい、長尾ゆきさんです。おはようございます。おはようございます。まあ、大阪市から近い高石の人でね、はい、もう歌手生活何年になりますか。もう丸30年31年目に入ります。そうなんですか。はい、今度はね下北未練という新作を出しましてね、はい、新作という新曲ですね。新曲ですね。歌の場合は、はい、下北半島といえば青森県ですか。はい、青森県、あの大間のマグロとか美味しいところです。そうですね。行きましたか。行ってないです。何や、何やそれ。歌に歌う以上行きなさいよ。ね、まあ、メインが女性の気持ちになるのでね、はあ、あと下北をなぜ選んだかって言ったら、やっぱり私のちょっとこのガサツなところと下北の波と合わせて書いていただいたのかなっていう。波あるんですね、ねえ、やっぱりだと思います。私も行ったことないんですけどね。まあ、鈴木清さんの作詞を読んでみますとね、はい、命丸ごと壊した恋を、水に流してしまえない。一途に愛した人でした。一番大事な人でした。あなた忘れの下北未練って、どう、美咲なんかわかるかこの人。まだまだ私みたいな小娘にはね。誰が小娘ですか。私たちみたいな小娘にはね。まあ、ね小娘を持った母親にはそうじゃないか。そうですか。まあ。かなり辛い恋をして。そうですね。下北で恋をしたわけですかね、これ。いや、下北に捨てに行くんですけど、結局は、しまえないっていう。捨ててしまえない。しまえない。通常はしまいたいっていう歌詞になるんですけど、はいはいはい、この場合しまえないので、しまえない。かなりだからまだ全然忘れてはいない。忘れる気はさらさらない。だから、カップリングの曲が東京へ戻りたい。下北で捨てられないから東京へ戻りたい。結局、あなたを追いかけてやっぱりまた東京へ戻るとね。忘れるために下北半島まで行きますか。ねえ。ねえ。遠いですね。きっとね。なんで大阪へ来ないんですか。ああねえ、大阪。未練を捨てるために USJ 行ってみたいとかね。なんか笑って過ごせるのになって、ね、大阪やったら ね。そう思いますけどね。うん、まして、ユニバーサルスタジオジャパン行ったら。ね、夢中になって忘れられるかもね。楽しんでしまえるからね。そうなると、艶歌にならないんですね。そうですね。演歌にならないですね。ねそれでは。2番の歌詞が面白い。はい、いっそ、釣れなくしてほしかったと。生地優しい言葉をかけられるとね、未練捨てられないから、ね、いっそ、釣れなくて、美咲わかるか。いちいち全然なんとなく雰囲気はわかります。やっぱり、若い人の意見も聞かないとね。そうですよね。釣れなくてのは、お釣れがいないという意味ではないんです。冷たくしてほしかった。いっそ、冷たくしてほしかった。綺麗事では終われない。面影引きずり、大港が出てきます、はい。はい。ここで。そして、涙を捨てます、シリアンザキと。シリアンザキ。こういう、ミサキ、君の名前と同じ、ミサキにあるんですよ。
そうなんです。泣いて名を呼ぶ下北未練と。かなり。ものすごく困ってますけど。まだこんな辛い恋をしたことはないんです。どうなんでしょう。ないですか？若いですから。え、知らないだけじゃないですか？まあ、実はね、もうドロドロな恋してたりして。大体そういう辛い恋をした人って表情に出ますよね。ああ。ドギーさんなんか2、30分やってます。もうね、もうシワに刻み込まれてますからね。はい、さあ、どういうメロディーがつきましたか、ね、はい、聞いていただきます。はい、徳久浩二さん作曲です。下北未練。長穂ゆき、5年ぶりの旅情演歌と、はい、ということで、3月2日に発売されました。はい、下北未練ですが、はい、青森県下北半島へ恋の未練を捨てに行ったんですが、捨てきれず、ね、カップリングの東京へ戻りますと、話が続いてるわけなんですね。ますね。そうなんです。で、これ歌詞読んでみるとね、さらによくわかります。はい、一度別れたあなたです。はい、故郷へ帰った私です、うん。高石へ帰った私です。その次、バカバカバカです。バカでしたと。バカですね。そんなに自分をいじめなくてもいいじゃないですか、それ。昔を忘れてしまえない。夢を見たって覚めれば一人。僕はうまいですね。夢を見たって覚めれば一人。やっやっぱり私は東京へ戻りますと、交通費タコつくねこれ行ったり来たりね、東京本当ですわ、下北東京高石とね、高石まで入りますか、そこに忙しいですね、大変ですねそれね。今後ろに流れてきた曲が東京へ戻ります、はい、カップリングの曲ですね、カップリングの曲ですね、はい、はい、ちょっと聞いてみます。やっぱり私は東京へ戻ります。詳しいお問い合わせ、次の電話番号です。はい、クラウントクマミュージック販売までどうぞ。0647095602。0647095602までお問い合わせください。はい、新曲、下北未練と。東京へ戻ります。大ヒットしますようにお祈りしております。ありがとうございました。長穂ゆきさんでした。